今日はナナナと一緒に柔道を学ぼう。柔道では今年に入り新しいルールが施行されたのを知っていますか？ナナナは知ってた？指導！去年のリオオリンピックをきっかけにいくつか変わった点があるんです。まずは男子の試合時間。これまでの試合時間は男子が5分、女子が4分でした。新しいルールでは男女ともに4分になりました。時間を短縮することで試合展開を早める狙いがあります。柔道の勝敗のポイントは一本技あり有効の3段階でした。それが新しいルールでは有効を廃し、一本と技ありの2つだけになりました。これまで技ありが2回で一本勝ち、その時点で試合が終了していました。しかし新しいルールでは合わせ技1本を廃し、技ありを重ねても一本勝ちとはなりません。一本を取りに行く柔道が必要となってきます。指導による反則負けのルールが変わりました。これまでは指導が4つ与えられると反則負けでしたが、新ルールでは3つになりました。これによってより積極的な柔道が求められることになりました。新ルールを見てきて試合時間が短くなり、指導の枚数が減ったことにより試合開始から1本を取りに行く選手が増えていると思います。なので1分1秒見逃せないよね、なのだ。